リーゼントボクサー分け信号。昨年10月、現 WBO アジア王者ラモナルとの世界前哨戦でまさかの3ラウンド TKO 負け。連勝もストップし、世界ランキングも大幅に後退。まあ、失神 KO 負け自体初めてで、次で世界タイトルマッチだっていうのがもう一気に遠のいてしまって、すごいめちゃくちゃ悔しい気持ちはあります。もう一度あの舞台へ。自分の本当にただ一つの夢はもう世界チャンピオンになること、それだけを掲げてずっとこうやってボクシング人生生きてきたんで、まあ、ここで負けるわけにはもう絶対いかないんで、しっかりこういい形で勝って世界につなげていけるように頑張りたいと思います。対するは薩摩の国のテクニシャン川島翔平。2014年度の全日本新人王で技能賞を獲得したテクニシャン。前線では3度目のタイトル挑戦に挑むもタイトル奪取ならず。そうですね、前回はタイトルマッチで負けて、次また上位ランカーと選手となったんで、これからまたタイトルに絡んでいきたいなっていうふうに思います。共に再戦となる両者の一戦、制するのはどちらだ。56キロ契約ウェイト8ラウンド、分け信号 VS 川島翔平。これ高額ですよ山田君。そうですね、分けが失神系を負けた後、どこまで距離をしっかり自分のもので戻してきてるか。分け君こそね、あのポジショニングで戦うボクサーなんでね。そうですね、本当に切れ味とフットワークと左のカウンターで居場所を見つけたらね、ちょっと見てる方は負ける気しないんだけど、川島君が、僕あの勅使河原君とやった試合しか見てないんだけど、勅使河原君のいいとこばっかりでね。そうですね、まあでも本当バランスのいいしっかりとしたボクサーなんで、まあ準備もしてるでしょうね。そうですね、まあでも勅使河原選手の後に分けっていう、まあ、チメイクもまあなかなかなもんですね。いやちょっとね、厳しいっちゃ厳しいけど、ね、そうですね。相変わらずのリーゼント、いいですね。ね、彼はキャラクターをしっかりして、いや絵になるんだよね。はい、いやどういう気持ちで上がれ、まあ本当先生がよくおっしゃってる通り、リングに上がっての一発目ですね。そうそう、何で仕掛けるか、うん、切れてくるのか、あとこのリングに上がった時のシャドウした時の切れとかね。そうですね、本当リングに上がって突然動けなくなるとかもありますので。いや別に持ってない控室であんなに怒ったのに。そうなんですよね、本当にこればっかりはパンチの交換してみないと全然読めなくて。あれはどういう現象なんだろうね。そうなんですよね、これは本当に説明ができないんですよね。特に KO 負けの後っていうのは、非常にボクサーっていうのはナイーブで、小さいほころびから崩れていく選手もいっぱい見たことあるんで。かっこいい音楽で出てくるね。そうですね、まあ敵地までは行かないですけど、神戸から乗り込んできて、何度もね世界戦やってるジムだからね。そうですね、ブレーンも素晴らしいから、和気君対策はね、はい、ちゃんとやってきてると思うんだよね。和気君切れてますよ。そうですね、楽しみですね。長い KO 負けからの再起っていうところにもまたちょっとサドンデス振りがちょっと痺れますね。
56キロっていう契約、これちょっと気になるね。どっちに有利なんだ。まあ、お互い、ね、体重が少し軽くなって楽になったっていうのはあれですけど、まあ、分けはちょっと一回り大きい感じがするんで、すごくラッキーな気がしますけどね。気合入ってますね。そうですね、いい表情してる。生き残りマッチと言っても過言じゃないですね。一度世界ですね。ここからはあるけどね。そうですね。そうですね、本当にオーラがいいですね。さあ、このお互い KO 負けからの一発目、何で入るかですね。速いジャブ。川島先生、柔らかいんですよね。あ、そうか。体前と力みがないっていうか、楽に。早いね。そうですね、うん、おー、いい入り方ですね。山下会長がのセコンドの声も予想通りやなっていうのとかも、まあ、そうね。おー、いいボディだ。早いね。早いですね。あんなに突っ込んでるのにね、打ち返せる隙がないよね。そうですね。すごい。やっぱサウスポーなんで、まあ、川島選手もそうですけど、奥の手勝負ですね。右手、ね、右手、奥の手ね。そうですね。でも回したね。お互いいいワンツーを。ちょっと張ったところね。ちょっとそうですね。少し遠いかな。わけはもうちょっとジャブを出して前の手弾いた方がいいですね、川島選手は。確かにね。そうですね、いきなり左でちょっと突っかかろうとしてるんで、まあそれもいいボディなんですけどね。あの左にね、あのわけくんが仕事させないのがいい。そうですね。川島くん右になってる感じ。まあ本当そうですね。いや本当にそう思います。おお、ね、これですね。サウスポーはみんなにあれやられるからね。そうですね。やっぱサウスポー対策を山下会長が非常に綿密にやってそうですね。やってそう。はい、柔らかいな川島選手は。意味がないです。おお。両方とも悪くないね。そうですね。ただちょっと脇が硬い感じがしますね。あそこにももういつもだったら合わせられるんですけどね。まあこのボディはもう相変わらずいいボディですね。倒そうとしてるね、これね。そうですね、まあ、格の違いを見せてやろうっていうところがあるのかもしれないですよね。ちょっと硬かったかな。
川島選手全然臆することなく対応し始めましたね。今だから一覧使ってね、随分こう調べて情報収集しただろうからね。で、あの右のスイングがね、どこに当たるかとか、はい、多分角度変えていろいろやるんだろうけどね。大体距離とタイミングがね、まあ、掴んだと思うんだけどね。それは逆にね、あの分け組も同じでね。まあそうですね。お互いまだ全然見せてない気がするけどね。まだまだこれからっていう挨拶な感じでしたね。かなり情報収集はしたね。はい。しかも無傷でね。そうですね。クリーンヒットないまんまにお互いが挨拶が終わった感じですね。そうですね、分けはやって右をこう叩きながら、そうですね、あれ仕事させない方がいいね、はい、もう左が来るのはもう川島選手陣営からしたらもう想定も想定ですからね、うん、ああいい反応だな、うん、でもまあ対応してますね、うん、うまくスリップして足をね外側に出された時に、ね、はい、そうですね、あのボディもちゃんと弾いてるんだな、うん、ちゃんとカットしてるよ、はい、おー、かけてきましたね、うん、さあどうしようかなって感じだよね、そうですね、ラケティもこれね、今考えてるね、そうですね、ちょっと右前、おー、でも、おー、素晴らしい、やっぱこのタイミングは健在ですね、まあ、でもタイミングなんで、ここで分けが、そうですね、細かくいけるか、効果しないで、右に対してね、はい、もう初めて出した右フックだと思うんですよね、切り返しの、下見したいな、分けは、そうですね、フェイントなり下なり、あんまり狙いすぎない。返しの右フックやっぱ良かったですね、素晴らしかったです、おー、ちょっと力んでんな、まあ狙っちゃうのは分かりますけど、いや狙いますよここは、いやいいよね、あの、そうですね、あの、そうですね、そうですね、あえて仕事をさせないで、おー、いいタイミングだった、ちょっと合ってきたよね、そうですね、うわ、そうか、まっすぐを見してのあれですね、うん、外側から、あ、じゃあ全然しっかりしてますね、しっかりしてる、あ、足も全然踏ん張れてますね、あのね、こう沈んで右のオーバーハンドの、ね、そうですね、パックがね、サウスポーにはマルケスにやられたのと同じだよね、はいはいはい、そうですね、うん、ちょっと悩んじゃってるかな、足ですね、前足が引っかかっちゃいます、よくあるそういうね、サウスポーツね、はい、オーソドックスってよくあるね、背負わないごいぞ、うん、背負っちゃうと振られるよ、ラケ君もっとハスに構えた方がいいね、そうですね、ちょっと、ね、まあ狙いて狙いたいんだけど、いやでもよく盛り返しましたね、ねおお、でも、おお、素晴らしい。前に出てね、川島君、そうですね、左を押さえて押さえて、はい、じれて右出したところにね、そうですね、パチンと合わせるのは素晴らしいですね。素晴らしいですね。おそらく川島君それ折り込み済みでやってるはずなんで、ね。そうですね、左は外したんですけど、切り返しの右服はちょっと想定外までいかないですけど。ちょっと見えてなかったよね。そうですね。早かったよね、あれ。はい。まあ、あれだけ左見せといて切り返しの右服くると川島選手からしたらしんどいですね、うん、ちょうどね、嫌な位置から飛んでくるからね、そうですね、いや本当そうですね、左それといって外を取って切り返しの右服っていう、まあサウスポーの見事な切り返しのパンチでしたね、ただ落ち着いてますね、まあ、キャリアがあるから川島選手ダウン1個ぐらいじゃバタバタしないっていうか、
そのフェイントにもそんなに物持ちしないっていう、おお、あ、どうじゃ、あ、まあでも今はちょっと、まあちょっと足どうですかね。正直足です。そうですね、ちょっと足でも足首ひねってるんで、変なダウンしたんで、右足ひねった感じもありますね。まあダメージダウンじゃないから。そうですね、でも足首だけ、あ、でも大丈夫そうです、ね、うん、大丈夫そうです、はい。おお、いいプレッシャーだ。ちょっと上げがリラックスしてきましたね。もううまいうまい。カウンターがね、これ相打ちになりそうで怖いよね。そうなんですよね。うわ、今いい右服だ。素晴らしい。分け、今日右服キーポイントになりそうですけどね。切り返しの。左ストレートはやっぱさすがに、あの後返せるとな。おー、いい。その後、あ、左ダブル、あれも得意なんですよね、左の、うん、左にね、ストレートを追っかけてる、はい、おー、いいボディだ。ちょっと低いか。とか右生徒はサウスポーに有効なんだよね、はい、こういうのね。そうです ね、 ね、覚えだけど当たる気がするもんね。おー、いいカウンターだ。あの後右切り返せば1回目のダウンみたいな感じで、あー、左をダブりたいんですよね、わけは。おー、そう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 、あー、今のはいい切り返しだ。あの右フックですね。ちょっと右フックは全然想定できてない感じですね。ちょっと見えてない感じですね。ああ、ちょっと左のダブルトリプルは頭にあるみたいですけど、想定しててもちょっと早いね今日のは。そうですね。ああ、プレッシャーがちょっと分けがに自信持ってますね、うん、その後切り返せるから。あ、いいですね。ワケ君いいラウンドだったと思います。ひっかくみたいなちっちゃい右フック。そうですね、いや、もう自信ないヒッカク。おー、どうじゃ、あ、左から返しました。やっぱり左、ね、左ストレートが意識されてるからね。そうですね、あれだけ、そうですね、あれだけ強く打たれると意識いくんで、その後の切り返しの右フックの速さにちょっと川島選手はそこからそれやられたからね。そうですね、やっぱり立ち上がり大事だね。ただ落ち着いてる、まあ、本当ですね、さすがですね。すごい落ち着いてる。いや、すごいな。多分立て直せるよねこれね。またこういう時山下会長がもう敵にいたら不気味ですね。そう、落ち着いてる感じがして動じない感じが。中盤戦だね。そうですね。川島君はね、超急いでないから、うん、中盤戦はもね。そうですね。ただまあ2回倒れてるんで、そろそろこれぐらいから取り行かないと、うん、かけてきましたね。おお、わけが、そこでアッパーか。素晴らしいな。そうですね、ストレートだと思って、その後返せるか。あ、あ、いい左ストレートですね。ちょっとタイミング合ってきましたね、距離感が。惜しい惜しい。ポジションも良くなってきたね。そうですね、同じサイドサイドに出てるからね、はいはい、ほんのちょっと動かすだけで距離をコントロールしてきましたね。いい時の、うん、おお、いい返しだ。お互い切り返しですね、奥の手勝負ってよりも。前の手に何の手を仕事させないかだね。そうですね、だからどこまで前の手で叩き合えるか。おお、ちょっとワケ君狙っちゃってジャブが少ないかな。そうですね、
左ストレートに分けが今どれだけ手応えがあるのか。いやあるんだろうね。あ、まあ、届くからね。ただ来るよね。あ、でも川島くんかけてきました。あ、いい切り返しだったけど。はい、プレス強くしてるけどね。そうですね、まあ、でもよく川島君もここ、ね、おー、相性で、あーよく返した、腹効きましたね。あーうまい、いやー効いた、この際初めて慌てたね。そうですね、まとめられるか。ここでちょっとカウンター打てればな、わけもプレッシャーかけなかった。あー効いた、ね、効いたね、怖い怖い。いやー、ここですね、変な記憶が蘇らなきゃいいんですけど、40秒あるからね。うわあ、怖い怖い。じゃあダメだ、そのそこで打ち合っちゃダメ、危ない危ない。おーおーおー、もう全然突然分かんなくなっちゃいましたね。ラスト30。うわあ、すごいカウンター、うわーすごい、すごいな今のカウントは。メスかね、目に入ったね。どうする、あー、続行ですね。どこだ、ちょっと眼科でっぽいですね。ちょっと目がいきなり腫れたんで、あー、今度生き延びるか。目どうすかね、ちょっとしばしばしてたんで、なくなっちゃいましたね。うわー、すごい簡単、うわー、すごい、ナイスキックですね。いいカウンターでしたね。カウンターだったね、目に入ったね。やっぱあれだけ左がこう合わせられると切り返しの右よりもやっぱ本当必殺技ですね、うん、あの左は、ね、今日はねよく届いてるんだよね。あれは本当にいい武器ですね、あれ素晴らしいですね、あのカウンター。いやでも勇敢だよ、あの両方届く距離で打ってるからね。やっぱあとスピードが見事ですね。ラケ君も一回負けたら聞いちゃってるから、ね、そうですね、もう少しってところで川島君ね、倒れて悔しそうな顔してたけど、そうですね、あそこで効かしたから川島君も仕掛けてそれに合わせたっていう、やっちゃったって顔してたね。まあでもこれがもう勝負ですからね、ボクシングは。あ、叩き出しましたね、前田で。これをやるとそう、うん、入りやすいですね。マリアライトに右がね、はあ、届かなく感じるんだよね、川島君が。かんとね、遠いなと思うんだよね。おお、まあ、もう背中からパンチくるからね、川島君。やっぱり落ち着いてる、柔らかいから本当に芯で効かないんでしょうね、うん、そうか、あ、あの体が、体に力が入ってないからパンチが、ここまで、こんだけ落ち着いてるからね。そうですね、さっきのカウンターは打ちに行って食ったんで、もうちょっと効くかなと思ったんですけど、いいボディだ。あー、でも信じられる、いい練習してきてるね。そうですね。焦ってない感じもすごいな。そうなの。落ち着いてんだよね。あ、そうだ。うわー、落ちましたね。ね、ちゃんと狙ってるもんね。いや、打たれ強いのか、打たれ弱いのか。あ、今切り返しよかったですね。狙いは上げ良かったですね。どっちも全部引き出し合ってきた感じですね。そうですね。ただこの柔らかさがちょっとすごいな、川島選手。もうアイフォーで、で上か下見せて、ラスト1分、お互い狙いですね。フェイントかけながら、両方ね、狙ってるのが同じだから。そうですね。ああ、このお互い打ち終わりをこう。
先にちょっと映ってたり嫌ですねって感じで、ね、ですね、そうそう、このステップが出るとね、はい、そのもういなくなっちゃうんで、そこにやられてるんだね、嫌なんですよ、しかも特に分け割れうまいんで、振り返ったところに右フックとくるからね、はい、ああうまい、いやですぐポジション変えて被弾をしないように、うわーアイスボディ、うわうまい、あさってあえてすぐいなくなるのはいいね、そうなんですよ、だいぶいやもう全然ブロックしてます、全部マサ君がこう覚えたね、そうですね、うん、だいぶなんか引き出し開け合ってこう、はい、お互いの、ね、持ってるものを見せ合った時にね、ただもうこれポイント的にはもう全然勝ってるんで、そうね、どうなんですかね、まあでも復帰戦だしどうなんですか、また倒しにはいってると思うんですけど、セコンドがどういう指示をしてるかですね、流れじゃないですか、あ集中して流れで、そうですね、だって川島君はもう絶対倒さないとダメなんでね、残り6、7、8、めちゃくちゃ落ち着いてますね、落ち着いてんだよね、この表情怖いね、いい表情してると思う、どちらかというとヤケ君の方が疲れた顔してる、そうですね、やっぱ、まあ、集中してんだからね、集中してるんですね、叩くのいいね、本当柔らかいな川島選手、ちょっと反応しちゃいそうですけどね、あの脇のフェイントに大げさに、でも全然全然臆してないっていうか、濃いよ濃いよ、はい、ね、そうですね、受けが強いですね、まあ、むしろ来てほしいだろうけどね、ああ、ね、これね、まあさすがにこれだけじゃ、まあでもいい餌にはなりますよね、ちょっとまたまっすぐが混ぜるといいと思う、惜しい、お互いだな今の、ね、すげえ緊迫感ありました、はい、今切り合いでした ね、緊迫感ある、これ分けからしてもこんだけダウン取っててこんなにタイミングよく合わされるとどうなんだろうな、セコンドも疲れるだろうな、まあ、集中するしかないねそうですね、右はすごい警戒してるから、そうですね、もう自信あるかもしれないね、はい、あれが見えてると思ってるかもしれない、わあ早い早いな、ただやっぱなん左ストレートは殺しますね、いややっぱりそういうの分かってるんだよね、そうですね、分かってても効くパンチなんだけどね、そうですね、ただ川島君はもう6、7、8、3つしかないんで全部取っても多分かなわないんで、どっかで本勝負でかけないと、うわこれか、これがボディ見してのこれなんですね、1個前にボディ見せるとまたもう少し良かったんですけど、これでいいのね、和気君が、そうそう、おお素晴らしい、すごいこれは効いたな、これはもうちょっとど真ん中で、うわナイスファイト、ナイスファイト、いやまあもうそうですね、素晴らしい、よく、まあ、やっぱ和気君のあれはすごいですね、宇田選手の時もそうですけど、いや今日和気君ね、一瞬の集中してたと思う、一瞬の切り合いっていうのではやっぱり
一つ上でしたね。左ストレートど真ん中だね。真ん中でしたね。やっぱりいいポジション見つけてたね。はい、そうですね。振り落とした。どっちが先に手出すか、はい、になってたね最後に。本人はもうとにかく今日勝ちたかったでしょうし、良かったと思いますけど。そうね。さすがチャンピオンだった男の切れ味でした ね, そうね。あれはもうカウンターはもう本当素晴らしいですね。ぜひ上の試合で見たいね、またね、はい、切れ味抜群、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。35戦目のこの試合ですね、復帰戦、これに無事しっかり勝ったんで、これからもう一度世界を目指して、頑張ります。引き続き応援のほどよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。今日もナイスリゼン。